ナットザ・ピッチ直径は、深円に沿って存在するネジ穴や、オスネジなどの中心点を結ぶ円の直径のことであり、PCD と略すことが通例である。とりわけ以下のようなものを示す際に使われる。一般的に、機械要素の接合部の寸法や仕様が異なると、接続はできないため、PCD も例外ではない。厳密に、 PCD は前述の通り中心部を結ぶ円の直径のことのみであるが、自動車用語としては、穴の数も含めて、PCD の種類としている。一般的な用語では4ケの 100mm と5ケの 100mm の PCD は同じであるが、自動車用語では、お互いを異なった PCD としている。PCD は、例えば車のホイールを交換するときなどに重要と、 なり、交換するホイールの PCD と車の PCD が一致していないと装着できない。また、車両操縦量によってバブボルトの数や太さが異なり、小型から普通車では、軽量なものは3から4欠ホイール、それ以上は5欠が一般的である。トラックや SUV などでは6欠やボルト系を太くした5欠、大型貨物車は8欠。 送輪数が少なく、一輪あたりの荷重が大きくなる。大型バスでは10欠となる。同じ自動車メーカーでも車種によって、PCD が異なる場合がある。日本車の場合、アメリカ車やイギリス車のコピーからスタートしたものが、市場の主流となったため、各部の寸法は、インチサイズを基本としていた。 かつて主流だった4ケツの 114.3mm の車種は最近では激減し、特に小型車では前輪駆動車の台頭により、欧州車で標準となっていたメトリックの 100.0mm へと移行した。後輪駆動車では5ケツの 114.3mm、6ケツの 139.7mm が依然として主流である。その他、 メーカーの設計方針により 110.0mm、120.0mm、150.0mm などが見られる。ありがとうございます。